霊浦島は、長崎県中部の西園ぎ半島西方にある島。前頭が、長崎県西海市に属する。西海市先戸総合支所や先戸中学校、先戸小学校、さらに定期旅客船の発着する、先戸港もあり、旧先戸町の実質的中心地である。かつての先戸炭港も、この島にあった。そのため、単に、先戸というと、 西隣の先と島ではなくこの島のことを指す場合が多い。西園木半島北部の西海市西海町の西にある大島の南西に隣接する。西隣には先と島がある。実質的には河口岩と結晶片岩を基盤とし、石炭層を含む第三期砂岩、歴岩、霊岩からなる。島の東部にある阿坊岳が最高所で北西側に向かって、 傾斜地をなし、平地は乏しい。かつては、江戸時代以来の沿岸捕鯨や明治末期から、盛んになった炭鉱で栄えたが、炭鉱は1968年までに閉山し、捕鯨も衰退した。現在は一本釣りや低地猛漁業が主産業となっている。また、炭鉱閉山前の昭和30年代より、生炎工場が立地し、賛成される。 上流水が島の飲料水となっている。ありがとうございます。